はい、お疲れ様です。山影です。本日は、はい、こちらですね。8月12日土曜日23時38分です。お疲れ様です。山影です。今日の Vlog はですね、まあ、この格好で、見ていただければわかるんですが、今日はですね、ななみずきライブパレード2023の愛知公演1日目でした。で、今さっき帰ってきまして、まあ、感想を話そうかなと思っております。セットリストやですね、演出のネタバレ含みますんで、ネタバレが嫌な方はですね、ここで動画を止めていただいて、ブラウザバックしてください。はい、ということでですね、まあ、まずは今日の一日流れだったんですけど、今日はですね、まず午前中は、東京の方に行ってまして、まず秋葉原に行ってました。はい、コミケではないです、コミケではなくてですね、朝起きて新幹線で東京まで行って、秋葉原へ、まず秋葉原行って、まあ、秋葉原行ったらいつもルーティーンがあって、まあ、台湾混ぜそばをいつも食べるんですよ。はるかっていう秋葉原に台湾混ぜそば屋があるんですけど、そこでまずご飯を食べて、まずですね、秋葉原にある今期間限定で、リリカルナノハのポップアップストアが、出店してまして、そちらにちょっとまず、お邪魔しまして、まあ、クリアファイルとかいろいろ買ったんですけど、こういうあれですね、このフェイトちゃん、このなんか車掌さんの制服を着たフェイトちゃんっていうね、もうこれは買うしかないぞっていうのをまず秋葉原に買いに行って、それから銀座に行きまして、銀座のですね、ライカプロフェッショナル東京っていう、まあ、ライカっていうカメラのブランドがあるんですけど、そのカメラのお店の中で、僕いつも YouTube で参考にさせていただいている、西田渡さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方と、あと、今回その座談会、そのライカのお店で、まあ、ライカのカメラについて、ライカのカメラを持ってても持ってなくても、座談会に参加できるっていうイベントがありまして、そちらの方に参加してきて、そのプロカメラマンの、西田渡さんと、その西田さんがこう開講してる西田塾っていうのがあるんですけど、その塾生の方々とか、まあ、普通に塾生じゃない、まあ、僕みたいな人間もこうその参加券を買ったら参加できるっていうイベントに参加させていただいて、まあ、大体1時間ぐらいですかね、カメラについていろいろこう自分のカメラ、皆さんのカメラ歴とか、いろんなどういうカメラ使ってて、これからどういうカメラを使っていこうみたいな話を1時間程度、西田さんも含めてですね、何人だっけな、1,2,3,4,5,6,7 人ぐらいですかね、僕を含めて6人か、1,2,3,4,5,6 人かな、西田さんいて7人ですか、7人で、カメラについて1時間お話しさせていただいて、西田さんのですね、この写真集ゲイズも、購入させていただいてですね、ゲイズ、これそのライカのカメラで撮った写真だけの写真集で、こういう風にサインもいただいて、はい、写真集を買わせていただきました。これまたですね、そのライカの今その写真展をですね、ライカの店で西田渡さんが やってはって、その写真展の様子はまた別の Vlog 動画で上げようと思いますので、そちらを見ていただければと思います。はい、でから名古屋に、名古屋に移動しまして、日本会社ホールに、行ってきました。そうですね、じゃあここからはちょっとライブのお話に、行きたいと思います。じゃあまず今日のセットリストですね、今日のセットリストを、ここら辺に出しますんで、まずそちらを振り返りながらなんですけども、いや今日ね、今日ねスタンド の最前列だったんですよ、一番前で、スタンドの最前列ってちょっとね傾斜になってて、平面が狭いんですよ。で前が壁なんで、壁の高さ的に自分身長が高いんで、
飛ぶと結構危ないんですよ。バランス崩したらマジでね落ちるんですよね多分。で高さも結構僕飛ぶと高さ出るんで、あの本当ね自分のもう太ももぐらいにもう前の壁のその手すりっていうか高さがあって、ここ飛ぶとちょっと危ないなと思って、で横右の横が今日はまああのソロで参戦だったんですけど、右横が女性の方で、で左がまあどうなんですか、左のお連れさんの お友達みたいな感じなんですかね。これなんか特にこうライブの格好とかなくペンライト1本で参戦されてる方だったので、こう両隣がちょっとまあおとなしい方2人だったんで、まあ、自分身長がねやっぱ高くてガタイがあるんで、ちょっとここで飛ぶのはやっぱバランス崩しても危ないし、まあ、今日はスタンドの最前列だったんで、まあ、結構ステージをねよく見えるんで、結構今日はねちょっと見るに徹しようと思って、結構ねあんまりこう飛ぶとか、まあ、声は出してましたけど、まあ、飛ぶとか暴れるっていうというねちょっと表現あれですけど、まあ、激しく動いたりとかねしなかったです今日はね。なんでちょっと体力結構余ってるんで今すごい喋ってます、はい。でセットリストなんですけど、あの熊本と一緒で5曲目はフェイスでしたね。で今回のツアーで僕初めて聞いたんじゃないですかね、シークレットフォース8曲目ですよね。それから10曲目、のクレセンチャイルド、これあの青森でやった企画曲で、やっぱり企画曲は2周するっぽいですよね、この感じだと。でも2周だと足らないんで、そこら辺がどうなるのかなっていうのをちょっとまだ分かんない、まだ読めないところですね。多分だから2回はやるんでしょうね、あのカレン模様2回やったんで、これでクレッセンチャイルドも2回やったんで、多分全部2回やると思うんで、まあ、これから全てとりあえず企画曲を回収できるんだろうなっていうのはなんかこうもう期待時代ですよね。あ、回収できるんだっていうね。でまあこれもうこの後ですよ、この後問題はこの後です。18曲目ですよ、バージンコード。いやーもうマジかと。でこれなんでバージンコードですごいテンション上がるかっつったら、これ19曲目がネクストアルカディアなんですけど、もうねこのコンビはもうライブフライトなんですよね。もうライブフライトをもう思い出しましたね、完全にこのバージンコードからのネクストアルカディアで。しかも今回のセットリストにはスティグルが入ってて、僕はあのライブフライトでスティグルと出会ったんですよ。ライブフライトで初めてスティグル聞いて、もうスティグルにハマったんで、もうすっごい思い出深いあのツアーなんですよ、ライブフライトって。で今回やっぱネクストアルカディアが入ってて、なんかね、それだけで結構なんかフライト感がね僕の中ではあるんですけど、そこにですよバージンコード入ってくるんですよ。すごいの掘り込んできたなと思いましたね、ほんまに。いやもう完全ライブフライトやんってなりました。いやこれはね、こう今日でソロだったんでね、こう友達が横にいたらね、なんかこうフライトで一緒に連番組んでた友達とかと今日一緒だったらもうすごいなんかわーってなれたんですけどね、今日ちょっと一人だったんで、こうもう一人でもう内心で心の中でフライトやんけってなってました、はい。さらにですよ、さらに20あのアンコールですよ、アンコールで新曲シュガードーナッツ、これあの秋10月からのアニメの主題歌らしいんですけど、今日が宇宙初解禁、本当の初解禁、ここで持ってくるかみたいな。まあ確かに今日あのライブで言うと7公演目なので、確かにまあね後半戦一発目ってことでね、ぶち込んできたなって感じですよね。これだからね、奈々さんのライブはね、なんかもうだいたい曲出揃ったかなと思った時に掘り込んでくるんですよ、本当に。そこで掘り込んでくるかみたいなね。でこれはまあ今日だけなのか、ね変えてくるのか、まあ本来であれば、サマーパイレーツが、アンコールであるんですけど、そこに入ってくるのか、まあ日替わりで来るのか、ちょっとねそれはまあ明日もなんか新曲は今日だけなのかちょっと分かんないですけど、まあこの先ねどうなるのかっていう感じですかね。
うん、まあそんな感じでね。でも個人的にですよ、まだね、残光のガイア聞けてないんで、青森で歌ったガイア聞けてないんで、ガイアいつやっていう、福島と青森でしか歌ってないんで、あ、え、明日来るみたいな、ちょっとガイア聞きたいなと今ガイア熱が高まってます。はい、でね、やっぱ今日飛べてない分ね、ちょっと明日は明日アリーナで連番するのが友達なので、まあ多分今日よりはめっちゃ飛んで汗かいてって感じだと思いますんで、楽しみに。まああとはその企画曲回収と、そうですね、あと明日奈々さんのライブが222公演目らしいんですよ。2が揃う日らしいんで、もしかしたらダブルアンコールとかも明日特別な1日なんであるかもしれないなっていうのはちょっともしかしたらねあるかもしれないなっていうのは思っております。はい、どうですかね、ありますかね。まあね、あってもなくてもね、あれですけど、いやー、でもね、ほんと今日はもうバージンコードですよ。もうバージンコードだとあれ多分ライブフライトが初披露なのかな、ちょっと僕も覚えてないんですけど、ライブフライト、ライブフライトの瀬戸出てくるかな、ライブフライトね、ほんとね、2014年でしょう、ね、横浜スタジアム行きましたもんね、ハマスター行ったな。そうなんですよ、このバージンコードネクスト、バージンコードがオープニング曲なんですよ、ライブフライトって。でネクストアルカディアが2曲目なんですよ。このね、このセット、いやもう完全ライブフライトだろみたいな。もうね、でスティグルでしょ、確かあん時もあん時のアンコールラストもディスコティックじゃないですか、多分ハマスタはディスコティックだったんで、そうですね、であん時もアンコールがディスコティックなんですよ。で今回のツアーもアンコール最後ディスコティックなんですよ。もうライブフライトやんっていう完全にライブフライトやんってなってますよね。あの時だから、プリロゼも入ってたし、うん、今回のツアーはあれですか、ライブフライトですかっていうぐらい、はい、ライブフライトのね、今日余計にね、バージンコードが出てきて、余計に。しかもあれじゃないですか、バージンコードからのネクストアルカディアってハマスタ、そうそう、やっぱハマスタだけなんですよね。それ以外はなんかバージンコードは全部スタート一緒なんですけど、2曲目残光のガイアとか、あ、そう、残光のガイア入ってるよな、大阪2日目フライトのね。でもやっぱ今回結構やっぱフライト曲多いな、そう思うと。そうですね、やっぱなんかバージンコードからのネクストアルカディアは完全なんかもうライブフライトなんですよ。しかもそのハマスタだけっすね、だからバージンコードからネクストアルカディアって。他は全部バージンコードからプリロゼとか、バージンコードから残光のガイアとかになってるので、そうですね、だからバージンコードからの、ネクストアルカディアも、あ、やっぱハマスタだけですね。いやでも完全じゃハマスタを思い出した、まあ、やっぱな、記憶正しかったな。やっぱハマスタがやっぱ映像化されてるんで一番記憶に残ってるんですよね。いやーね、明日も楽しみですね。ただ今日ソロだったんで、こう特にこう打ち上げもなくて、ちょっとまあもうね、帰ってきてこうやって家で喋ってるんですけど、明日は打ち上げできるかな。でも明日連番するのが東京の友達なんで、多分帰らないといけないと思うんですよね。だから明日も打ち上げできないかな、一人かな。
やっぱね、こう大阪は結構仲間内がいたんで、こう打ち上げとかね、できたんですけど、やっぱりこう、他の会場に行くとやっぱ結構ソロが多いので、もちろんね、会場近くで友達と喋ったりするんですけど、こう連番する友達とかね、いないんで、ちょっとね、寂しい気持ちもありつつ、今日はあとはちょっとおとなしかったんでね、完全に燃え尽きれてないっていうのもありますし、まあまあこれは仕方ないですね。やっぱりやっぱね、横の人を怪我させるわけにいかないんで、やっぱ自分のね、体格とかね、こうちゃんと考えてね、やっぱ周りに迷惑かけないのがね、やっぱライブですから。ただ明日はね、横はまつれなんで、思いっきりね思いっきり行きたいと思います。はい、ということでね、この後ね、ちゃんとユニフォームとね、洗濯して、お風呂入って、明日に備えたいなと思います。はい、ということでね、今日はこの辺で、また明日もね、ライブ終わって帰ってきたら感想を話しますので、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで、山陰でした。はい、お疲れ様でした。また明日、ほな、また。